東池袋自動車暴走死傷事故は2019年4月19日に東京都豊島区東池袋4丁目で発生した交通事故。高齢者の運転する乗用車が暴走して交差点に侵入し歩行者、自転車らを次々にはね、計11人を死傷させた。加害者は自動車運転死傷行為処罰法違反容疑で書類送検、在宅起訴され、 二千二十年十月から東京地方裁判所で刑事裁判が開かれている。死亡した母子のために設けられた献花台。二千十九年四月十九日十二時二十五分頃、東京都豊島区東池袋四丁目の東京都道で自動車が暴走して多重衝突事故を弱気、乗用車は赤信号を無視して交差点内の横断歩道に突っ込むなどして母子二人。 女性 AA の長女 B が死亡し、乗用車を運転していた男性を含む10人が負傷した。車を運転していた加害者の男性はかつて、通称産業省の議官、久保田の副社長を務めていた。加害者は、事故の約1年前から、足が不自由で杖を使うこともあったが、その原因の一つとして、通院先の医師は、パーキンソン症候群と似た症状があると診断。 男性本人に運転は許可できないと伝えていた。また、事故後に別の医師が改めて診断した結果、パーキンソン症候群の疑いがあると判断している。被告人質問によれば、加害者は1965年に運転免許を取得して以降、事故まで日常的に運転をしていた一方、2001年には自転車との接触事故を起こして略式処分を受けたことがあった。 加害者が運転していた自動車のドライブレコーダーには事故前後の様子が録画されていた。事故現場付近は左カーブになっており、加害者は制限速度である時速50キロメートルを超えるスピードでカーブに侵入し前方のバイクや車を追い越すため3回にわたり車線変更をしていた。その左カーブ付近で同乗していた加害者の妻が夫に対し、 危ないよ、どうしたのと声を上げ、加害者が、ああ、どうしたんだろうと応じた直後、車は車道左側にあった金属製の柵、縁石に衝突した。そのままパニックとなり、制限速度を大幅に超過する、時速時速 100km 近くのスピードで、交差点に侵入し、ゴミ清掃車両と衝突して横転させ、100m 超にわたって暴走しながら、 複数の横断歩道で周囲の自転車、歩行者などを多数巻き込み、反対車線に停車していたトラックと衝突して停止した。交通死亡事故では発生直後に加害者が逮捕されることは珍しくないが、本事故の加害者は事故により胸を骨折し、直後に救急搬送された病院に入院した。このため警視庁は身柄拘束、取り調べに耐えられないと判断して、 逮捕を見送り、容体の回復を待った。その後、加害者は5月18日に退院すると、目白警察署で任意の事情聴取に応じた。警視庁は、証拠として、事故車両を押収し、ドライブレコーダーの映像、目撃証言などを確保していたことに加え、加害者が事情聴取の要請に素直に応じていたため、加害者が逃亡。 証拠隠滅を図る恐れはないと判断し、退院後も加害者を逮捕せず捜査した。ドライブレコーダーの記録から、加害者が事故直前に赤信号を2回無視していたことが判明したほか、ブレーキをかけた形跡がないことも判明した。加害者は事故直後、息子に電話をかけ、アクセルが戻らなくなり、人を引いたと説明したが、警視庁が調査したところ車に不具合は見つからず、 エアバッグも正常に作動していた。そのため、警視庁は、最終的にこの事故の原因を、運転手によるアクセルとブレーキの踏み間違いと判断した。警視庁交通部交通捜査課は、事故からおよそ7ヶ月後の2019年11月12日に、加害者を自動車運転処罰法違反容疑で、東京地方検察庁へ書類送検し、東京地検は、 翌2020年2月6日に、加害者を東京地方裁判所へ在宅起訴した。事故現場付近の日室町第二公園には死亡した母子の慰霊碑が混流され、2020年7月11日に除幕式が取り行われた。加害者は事故後入院中に自身の息子に対しブレーキとアクセルを踏み間違えた可能性を示唆する発言をしたほか、 最初に開かれた実況見分でも同様の供述をしていたが、後半では否認に転じ、運転していた車に技術的な欠陥があったと主張。これに対し、プリウスの製造元であるトヨタ自動車は2021年6月21日付で、車両に異常や技術的な問題は認められなかったと主張している。特定の交通事故についてトヨタがコメントを出すことは、 異例とされる。刑事裁判の初公判は2020年10月8日10時から東京地裁で開かれ、被告人として出廷した加害者は、心からお詫び申し上げると謝罪した一方、ブレーキペダルと間違えて、アクセルペダルを踏み続けたとする基礎内容については記憶にないと否認し、車に何らかの異常が起きたと思うと主張した。また、加害者の弁護人も、 同様にアクセルペダルを踏み続けたことはなく、車の制御システムに何らかの突発的な異常が生じた可能性があるとして無罪を主張した。一方、検察官は冒頭陳述で、加害者は2008年に事故車両を新車購入したが、事故直前の点検でもアクセルなどに異常は確認されておらず、事故当日の記録にも異常が起きた記録。 ブレーキペダルを踏み込んだ記録はないなどと指摘し、車に異常はなかったとする証拠を複数点にわたり提示した。閉廷後、死亡した母子の遺族はそれぞれ被告人が車に異常があったとして自身の過失を否定した点について記者会見でそのような主張をするなら謝ってほしくない、本当に妻や娘の死と向き合っているとは思えないと批判した。 第2回公判では事故を目撃した3人の証人尋問が行われ、3人はいずれも事故当時、加害車両は相当な速度を出しており、減速した様子はなかった。ブレーキランプも点灯していなかったという趣旨の証言をした。一方、弁護人は第3回公判で行われた冒頭陳述にて、検察官の主張に反論する形で、 被告人はアクセルを踏んでいなかったにもかかわらず、エンジンの回転数が上がって、車が加速した。被告人はアクセルを目視で確認して、ブレーキを踏んだが、車は減速しなかった、電気系統のトラブルで、ブレーキが効かなかった可能性は否定できず、踏み間違いの過失は認められないと主張した。2二2一年一月十九日に開かれた第四回公判では、検察側証人として、 事故解析を担当した捜査員が出廷し、被告人の車は事故現場手前から事故現場へ向かうにつれて次第に加速していったと証言した。また、第5回公判では事故の鑑定書を書いた捜査員が承認尋問で事故車両のデータ記録にはアクセルブレーキの電気系統の故障記録は確認できなかった。また、 事故で破損した箇所を復元するなどして走行させたところブレーキは効いた。仮に電気系統に異常があったとしてもブレーキペダルを踏めば減速できたはずだ。事故車両は事故当時現場直前で最もアクセルを強く踏み込んでいたと証言した。第7回公判で被告人質問が行われ、被告人は事故を起こした際パニック状態になったと述べた一方、 アクセルを踏んでしまった可能性は否定し、ブレーキを踏んでいたのに、車は減速しないどころかさらに加速したと主張した。検察官及び弁護人による被告人質問は同日に終了し、第8回後半では、妻子を亡くした男性 C や A の父親 D、そして事故で負傷した被害者の代理人弁護士3人が、それぞれ被害者参加制度を使って被告人質問を行った。 C は、同日、被告人に対し、刑務所に入ってほしいと訴えたほか、前回後半で、加害者自身が語った記憶違いや、ブレーキが効かなかったという主張について、無理があると思わないのか、などと問いただしたりしたが、被告人は、電気系統のトラブルがあったとする趣旨の主張を繰り返した。また、D は、自分の過ちを認めてほしいと訴え、負傷した被害者の代理人弁護士も、 誰の責任かと質問したが、被告人は、責任はいろんな意味があるのでわかりませんと答えた。被告人に対し、平定後、c は、記者会見で自身の運転ミスを認めなかった、被告人について、心から軽蔑したと述べている。次回後半で、論告休憩、最終弁論が行われ、決心する予定である。また、死亡した母子二人の遺族数名は、 刑事裁判の初公判が開かれた2020年10月8日付で、本事故の被告人である加害者の男と、男が加入していた自動車損害保険会社を相手、取り、約1億7000万円の損害賠償を求める訴訟を提起した。遺族側の弁護士である、上谷桜は、この訴訟の目的について、新型コロナウイルスの感染拡大や、 被告人が起訴事実を否認している影響で裁判が長期化している。遺族は早く真実を口から聞きたいと思っており、それを実現するためだと説明している。第1回口頭弁論は2021年2月9日に東京地裁で開かれ、被告側は賠償責任に関しては大筋で認めた一方を、遺写料の金額については争う姿勢を見せ、 原告側の請求を帰却するよう求めた。死亡した母子二人の遺族である男性 C は、2019年4月24日に記者会見を開き、まず事故現場の喧嘩台に溢れるほどの花を手向けた人、亡くなった二人に寄り添い心を痛めた人の温かい、心に感謝を述べた後、最愛の妻と娘を突然失い、ただ涙することしかできないと、絶望と苦しい心境を吐露した。 二人の写真を公開した経緯については、今回の事故での被害者と私のような悲しむ遺族を、今後絶対に出してはいけないとも思いました。そのために、私は画像を公開することを決断しましたと、説明した。7月18日、遺族の男性 C が、再度記者会見を開き、娘の動画を公開。亡くなった愛する二人との日常がとても幸せでした。 交通事故は誰かの日常や命を奪ってしまうと強調した。さらに、今後、被害者と遺族がいなくなるように、加害者には厳罰を望みますと車を運転していた男性に対して、厳罰を求める署名運動を始めたことを公表した。遺族の男性はブログを解説し、署名活動の詳細や署名用紙を掲載。また、8月3日には、 娘とよく遊んだという南池袋公園で署名を募った。8月30日にも会見を開き、厳罰を求める署名が29万筆を超えたこと、署名活動を9月中旬まで続けることが発表された。最終的には39万1136筆の署名が集まり、それらの署名は同年9月20日に東京地検交通部へ提出された。 11月12日、加害者が書類送検されたことを受け、遺族の男性 C が記者会見を開いた。その際に、加害者が一部報道のインタビューに応じ、体力に自信はあったが、おごりもあった。安全な車を開発するように、メーカーの方に心がけていただきたい。などと車の性能の改善が必要だと主張したことに対し、見たときは体が震え出し、 怒りというよりは虚しくなってしまった。親族全員が辛く、中には憤りを感じる人もいた。この7ヶ月間、二人の死と二人がいなくなってしまったことを24時間ずっと向き合っている。私があのインタビューを見た限りでは、加害者は二人の死と向き合っているとは思えない。と苦言を呈した。2021年1月19日の第4回後半後、c は、 加害者への民事訴訟を提起したことを発表した上で、今後は関東交通犯罪遺族の会の一員として、被害者参加制度を利用する犯罪被害者が裁判に出廷する際などに特別休暇を取れるよう厚生労働省にルール制定を求めたいと表明した。また、C は、加害者への厳罰適用だけでなく、同種事故の再発防止のための提言として、 高齢者の免許返納を促進するための施策や車の技術向上などの必要性も訴えている。警察が運転者を現行犯逮捕しなかったことや報道機関が容疑者ではなく軽傷や肩書きで故障したことについて警察やメディアが特別扱いしているのではないかと批判の声が上がったことが報じられている。運転者が元官僚だったことからインターネットでは 本事故を起こした男性について上級国民だから逮捕されないのかとの書き込みが相次ぎ拡散された。またネット上では本事故と同月21日に神戸市で発生した神戸市 A バスによる交通死亡事故が退避されていることも報じられている。捜査関係者は逮捕しないのは事故を起こした人物も負傷して入院しており刑事訴訟規則で定められた。 逮捕の要件、逃亡や証拠隠滅の恐れがある場合を満たさないため、元官僚だったことは、事故発生からしばらく経った後に判明したことで、ネット上の批判は当たらないと説明している。当事故の加害者が容疑者と呼称されていない点について、読売新聞は事故当初、警視庁による事情聴取が行われておらず、刑事手続きに入っていない点を考慮して、 実名肩書き故障で報道したが、事故の重大性から、軽傷は使わなかったと述べたが、同氏は運転手が警視庁から、事情聴取を受けたことが判明した2019年5月17日夕刊から、容疑者と故障している。また富士ニュースネットワークは運転者の男が、書類送検された11月12日以降、容疑者故障に切り替えている。このか朝日新聞、毎日新聞、 東京新聞は実名継承で報道したほか、日本経済新聞、産経新聞は匿名で報道した。また、西日本新聞は2019年5月3日付長官で、逮捕前は継承や肩書きをつけるという明確なルールによるものだ、と説明している。このような議論が生じたことについて、慶応義塾大学教授、大石博は、男性が 元官僚であったため、警察やマスコミなどがかばい合っているという見方へと発展して批判が大きくなったのではないかと述べたほか、立教大学名誉教授、服部ト明は逮捕されていない段階で、容疑者とは表現しにくく、肩書き故障にしたことは理解できるが、捜査の進展状況により、容疑者故障に切り替えることを検討しても良いだろう。あえて匿名で報道したり、 現行犯同然の状態で軽傷を使うことは違和感があると指摘した。また弁護士、武田稔は、故障は、報道各社の判断だが、社会的地位を示す肩書故障にすることで、社会的関心を集め、高齢ドライバー問題への意識を高めるきっかけになる、面はあるだろうと推測している。本事故の発生以後、運転免許証の自主返納をする高齢者が、 増加したとする報道が複数なされ、2019年の運転免許自主返納数は60万1022件、うち75歳以上の返納数は35万428件と、いずれも過去最多を更新した。また、産経新聞は2020年10月に、各地の警察は、高齢ドライバーの事故を防ぐため、運転免許証の返納を促す活動に力を、 入れていると報道している。なお、東京都公安委員会は、同年5月31日付で、本県の加害者について、運転免許を取り消す、行政処分の決定を出した。2020年6月に成立した、改正道路交通法では、高齢ドライバー対策として、交通安全違反歴がある高齢者が、運転免許を更新する際に運転技能検査を行うことが義務付けられたほか、 衝突軽減ブレーキを搭載する安全運転サポート車以外運転できない限定免許も創設されることとなった。ありがとうございます。